僕の作る映像ってはっきりしたストーリーはないんですよ。ただ見る人によっていろんな感情を持てる映像には作ってます。アルプスピアホームプレゼンツ、街の翼、信州きらりびと。この番組はアルプスピアホームがお届けします。井上拓郎さん、松本市で山や自然を中心とした映像作品を作っています。基本的にはご機嫌山映像を映ってるんですけど、まあ見たら山に行きたくなるような感じの、なんか美しいとかそういうのよりももうご機嫌な方が楽しんで作ってます。井上さんの生まれは東京。30代半ばまでスポーツやゲーム関連の映像制作に携わってきましたが、信州の雪山に魅了され8年前に移住しました。その頃はまだ山はウィンタースポーツを楽しむだけの場所で、特別な思いはありませんでした。綺麗だなって思うことはあったんですけども、山に対する興味っていうのはそんなになかったんですね。そんな中で経験した本格的な山登り、山の新しい魅力に出会った瞬間でした。完全に虜になりました。街中では絶対見れない風景っていうのはあるんですよね。で、その気持ちよさを映像に込めて作ってます。山が好きな人もそうでない人も、見るとなんだか楽しくなるご機嫌な山映像を目指して、井上さんは今日も信州の山と向き合います。山は綺麗とか自然は素晴らしいと押し付けるんじゃなくて、見る人によって感想変わっていいと思ってるんですね。むしろ変わってほしいなって、感想を自分で持ってもらいたいなっていうのが逆にメッセージになってるのかなと思います。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。